公明党の井出義弘でございます。橋本知事の6期目の県政スタートにあたり、会派を代表して県政運営の基本姿勢や茨城県の喫緊の課題についてお尋ねをいたします。茨城のリーダーとして県民に当たりやすく力強いメッセージをお届けいただきますようよろしくお願いを申し上げます。まずはじめに6期目の県政運営の基本姿勢について伺います。橋本知事は6回目の選挙にあたり対立する候補に大差を持って勝利をされました。今回の知事選は橋本知事にとって他選という言葉との戦いといっても過言ではなかったと思います。他選という言葉にはマンネリ、停滞、独善、横暴といったマイナスのイメージが色濃く刷り込まれています。であるならば橋本知事は6期目の4年間の実績でこうした県民のイメージを払拭することがまず第一に必要です。私はその実力と実行力が知事には備わっていると確信をいたします。そこで今回の知事選挙の結果をどのように捉えておられるのかまずお伺いをしたいと思います。かつて知事は自らの県政のリーダーとしてのスタンスを政治家3割、行政のトップとして7割と語ったことがあります。私はここで知事が言われる意味を独断専行を極力排して県民の声をよく聞き法律や国の方針に基づいて粛々と県政を運営すると理解してまいりました。しかし橋本知事も経験を重ねさらに既存のルールや仕組みの中では県民の生活を守ることができないことが多く見分けられる昨今、自らが提案し自らが決断し県政を推し進める姿勢が不可欠になってきました。東日本大震災当時東電の計画停電に異を捉えられたことや東北3県に偏った国の震災復旧対策に茨城県も被災地ですと大胆に声を上げられたことなど3割政治家としての殻を破りつつあると評価をいたします。著名な社会学者マックス・ウェーバーは政治とは情熱と判断力の2つを駆使しながら固い板に力を込めてじわじわっと穴をくり抜く作業であると語っています。真に茨城県民の幸福のために全身全霊をかけて働くという意味で10割政治家宣言をぜひ行っていただきたいと存じます。こうした点を踏まえて6期目の県政にかける意気込みをまたは決意をお聞かせいただきたいと存じます。で吉野議員のご質問にお答えいたします。県政運営の基本姿勢についてお尋ねをいただきました。まず今回の知事選挙の結果をどのように捉えているのかについてでございます。今回の選挙戦にあたりましては、ご指摘のように長すぎるという批判もあれば、長いから大震災対応もできたんだという声も意見もありました。また原子力問題につきましても、私の考え方に反対する声もあれば、賛成する人もおられました。さらに、全市町村長や多くの団体などが支援の声を上げてくれたため、私の支持者の中に安心感が広がりすぎたといったことも言われました。このようにいろいろな意見はございますけれども、私は選んでもらう立場であり、選挙結果につきましては真摯に受け止め、6期目の当選をさせていただいたことをありがたいと感じておくことになります。いずれにしろ幸い当選することができましたので、これまでの経験、人脈などを生かし、多くの県民の皆様の信頼と役に応えるように、またご指摘のようなマイナスのイメージを払拭できるよう、初心を忘れず、県政運営に全力で頑張ってまいりたいと思います。次に6期目の県政に向ける意気込み、決意についてでございます。私はこれまでの20年間、自らが提案し、自らが決断して、さまざまな困難を乗り越えながら、県政を運営してまいりました。例えば、議員に評価いただきました、計画停電の阻止や、茨城港日本初の LCC 大を空港としたこと、日野自動車の誘致、県立高校における道徳教育の導入などといった仕事を行ってまいりましたが、これらを政治家の仕事と見るか、行政のトップとしての仕事と見るかは難しいところであり、私自身としては行政のトップとして頑張ってきたつもりであります。教育の充実性といったことが結局ありますが、私は分野に関わらず行政のトップとしてはあまり政治色を強く出すことは好ましくないと考えておりますが、議員のご指摘のように県民の幸福のために全身全霊をかけて働くという意味では10割政治家であることは間違いありません。さて6期目の県政にかける意気込みについてでありますが、まず第一には大震災原発事故の給付等に全力を尽くしてまいります。また人口減少超高齢社会の中で本県が発展し県民福祉の向上を図っていけるよう
産業体系の作りを進め、力強くたくましい本県経済を実現し、働く場の確保を図ってまいります。特に日本第2位の農業、ものづくり産業、筑波や東海の最先端の科学などの分野で日本の将来の発展の一翼を担っていける茨城作りに取り組んでまいりたいと考えております。このようにして税財源の確保を図り、福祉や医療、教育、環境などの面でも茨城に住んでよかったと言われるよう、施策の充実に努めていきたいと思います。こうした茨城を実現するには長い時間を必要とすると思いますが、私の時代に一歩でも前進できるよう、情熱と判断力を駆使しながら前進全体を傾けてまいります。最初の日比吉見議員、経験運営にあたりまして自身の力強い決意を伺うことができたと思います。私は実績と経験を積んだ6期目だからこそ、今まで以上に謙虚に、そして現場の声を大事にした県政運営に心がけていただきたいと、あえて要望させていただきます。知事は就任以来、知事で担当の明日の茨城、茨城作り専任委員会、知事への手紙など、さまざまな手法で県民の声を直に聞く機会を設けてまいりました。知事と県民が県政の課題について直接自由な対応を行う知事と語ろう明日の茨城だけの70回以上開催をされ、その参加者数は5000人を超えていると伺っています。これまでのこうした取り組みを踏まえて、6期目だからこそ、これまで以上に県民お一人お一人の声をはじめとして、市町村長、各種団体の県内の各種団体、そして県職員、現場の声に真摯に耳を傾けるべきだと思いますが、知事のご所見をもう一度お伺いしたいと思います。議員ご指摘のとおり、県民の皆さんの声をですね、次回に聞いていくことは大変大事だと思っております。そのため知事の方は明日茨城に届きましても、こちらから電話を設定するのではなくて、出てきて来られた方がですね、その場でいろいろな進行の中で考えたことを言っていただくような進行が手配にもしておるところでございましてですね、そういったいろいろな進行を暮らしながら、県とも今おっしゃられた市町村や県議を出し団体